はい、皆さんこんにちは。みそらやチャンネルのお時間でございますけれども、こんにちは。さあ、水曜日はですね、水ドラということで、毎回素人ドラマをこう配信していこうというこの企画でございます。そうですね、はい。まあ、僕もドラマの方ですね、やってますけども、まあ、ショートドラマ、今回は初ですかね、初ですね。でも、はい、まあ、それは僕はちょっと書いてないんですけど。ああ、そうなんですか。まあ、まだ何も決まってないって感じですか。さあ、はい、今日一体何をするんでしょうかって。あ、みそらさん、石橋さん、お疲れ様です。お疲れ様です。いや、みそらさん、人生のメソッドの A 進化編、はい、テレビ配信見ました。ありがとうございます。あれ、めちゃくちゃクオリティ高いですよね。いや、いいでしょ、はい、結構頑張ったっすもん、うん、あの脚本はなかなか書けないっすよ。おお、そうですか。はい、ありがとうございます。いや、嬉しいっすね。そう言ってもらうとめちゃくちゃ嬉しいっす。やっぱ頑張った甲斐があったというかね、はいはい、ということで、うん、今回のショートドラマの件なんですけども、企画、一体何をやるの、はい、今回は今回、うん、僕が台本を書いてきたので、それをお二人にやっていただければと思ってます。こちらがその台本です。はい、はい、クゲ D が書いたの台本。はい。でもクゲ D は今までこれ台本とか書いたことないでしょ。だってないっす。初めてです。初めてです。いや、まあ、ショートドラマだけど結構大変だと思うわけ。いや、大丈夫っすよ。いや、めっちゃ分量あるやん。何これ。10ネタぐらい書いてきたんですけど。10ネタ、はい、ネタネタ。それ何、ネタなんですか。2時間で書いてこれ2時間ぐらいですごいね。政治っていう、まあ、ビジネスパーソンの役をみそらさんにやってもらって。ビジネスパーソン。ビジネスパーソンです。ビジネスパーソンって何ですか。サラリーマン。サラリーマンです。ああ。サラリーマンって書かない。ビジネスパーソンって言うんですか。で、そのサラリーマンがよく行くバーのマスターが石橋さんです。うん、ああ、なるほど。はい。これ、どれぐらいでやるの？いつ覚えてやるの？これ今からやります。今からやるの？今からやります。いや、練習時間どれぐらいやるの？あ、まあ30分ぐらいですかね、今からだったら。はあ？あ、いやいや。いや、ちょっと待って。その台本が、その、やっぱショートドラマで面白くないとってとこは、まあ正直言うと気になる。一回ちょっと読みます。まあ、みんな見てもらってるんで大丈夫ですよ。まあまあ、見てからお楽しみみたいなこと。ですです。じゃあ、ですですって。じゃあ、30分じゃ頑張って覚えればいいわけね、これ。よろしくお願いします。いや、お二人ならいけますよ。心配ないっす。いや、言っても、ちょ、稽古とかしてるんですよ、普段。いやいや、大丈夫ですよ。30分で覚えられるって。いや、結構やるよ、普通。いやいや、生産性上げていきましょう。は？30分で覚えられますよ。なんて言ったの今。生産性っていきますよ。ポンポン作っていきましょうね。はい、ということで、今から30分でやっていただきましょう。よろしくお願いします。はい、まあ、やってみましょうか。はい、よろしくお願いします。言うなよって感じで。